はい、チャラリンコ。はい、皆さん、もうね、12月です。ね、師走です。ホロー。早いね。ね、もうね、もう1年ももうあと1ヶ月で終わりなんだけど、今日は、忙しい12月にもぴったりな納豆ご飯を作っていきます。イェイイェイ。ね、まあね、納豆にあるものを入れると、ものすごくね、美味しくなるよっていうね、僕が好きな納豆ご飯の紹介です。チャラリンコクッキング。で、使う納豆はね、これ、おかめさん。ね、どこのスーパーとかにもこれ売ってると思うんだけど、こういうね、小粒の納豆。これがいいです。長ネギ、10センチ分。約10センチ。これをね、もう洗って皮剥いてあります。薄皮1枚剥いてあります。これをね、みじん切りにしていきます。適当に、結構ね、長ネギは多めで。このネギの香りがいいんですよ、すごい。ね、このネギの香りがたまんないよ。これね、長芋。長芋です。ネバッとしたね。ネバネバッとした。これもね、みじん切り。まあこれはね、シャクシャクっていうさ、食感が楽しいんです。シャクシャクっていうした食感がね、よく納豆に合うと。大体理想は納豆と同じ大きさぐらいにするって感じですね。納豆はね、もう本当簡単だし早いし安いし。はい、であとね、これたくあん、できればね、干したたくあんがいいんですよ。かんぼしとかで、ちょっとね、かつお風味のもの、まあ何でもいいです。薄く5枚ぐらい切って、5枚ぐらい切ってみじん切りですね。このたくあんのポリポリっていう食感がたまんないわけ。このたくあんと納豆すごく合うんですよ。これが僕大好きな、もうご飯がいくらでも食べれちゃう。危険です、これ。ほんとうまいから、これ。はい、じゃあね、納豆で、このタレとからしは今回使うんで取っておきます。はい、でまずはね、納豆だけで、これをね、よく混ぜてやります。30回ぐらい、最低30回ね、こうやって納豆だけで混ぜてやると、納豆キナーゼだっけ、なんだっけ、まあなんかね、旨味成分が増すんですよ。はい、したらね、このタレとからしも全部入れて、さっき切ったたくあんと長芋と長ネギと、よく混ぜてやるって感じですね。超簡単。はい、でね、しっかりよく混ぜたら、最後におかか、ね、これをね、入れます。約 2g。 はい、でよく混ぜてやる。はい、もうこれだけ、これで完成で、最後にお醤油を少々。ちょっとね、納豆のタレだけだとちょっと味が薄いんで、醤油を少々で、ごまかな、いりごま。他にもね、海苔入れたりね、醤油の葉入れたり、いろいろね、いろいろアレンジできるんで、ちょっとね、好みでやってみてください。でもこれがね、僕がよく作る納豆ご飯の、非常に気に入ってるやつです。で、夏場はね、これにきゅうりとか入れます。ね、きゅうりのね、漬物とか入れるとすごく美味しい。夏場は。はい、これです。こんな感じだね。おー、まっそう。見栄えが悪いんで、大葉を散らします。うん、これでいいでしょ。
凍ご飯なんかいちいち YouTube で料理動画やんないよって思う人もいるかもしれないけど、納豆ご飯だって料理ですよと思います。じゃあね、この納豆かけご飯、納豆ご飯、最高の納豆ご飯いただきます。納豆、めちゃんこウルトラスーパー美味しい。これめちゃくちゃ美味しいね。たくあんのプリポリっていう食感あるじゃないですか。たくあんのプリポリっていった食感と長芋のシャクシャクっていうね食感で、このね納豆のタレと最後の仕上げの醤油、おかか、ベストマッチですね。まあ、ありきたりかもしれないけど、やっぱ納豆はこうやって食べるとねすごくうまいんですよ。うまいです。発酵食品は免疫力を高めてくれるんで、コロナの対策としてもね、結構いいですよね。で、美味しいし、安いし、早いし、火も使わないですからね。うまい。うん。うん。はい、ってことでね、今回は、究極にして最高の納豆ご飯紹介しました。美味しいんで、ぜひ作ってみてください。ね、これが美味しそう、やってみよう、ね、少しでも思っていただけたらチャンネル登録、いいねボタン、ポチリンコお願いします。よし、チャラリンコじゃんけん、チャラリンコじゃんけん、チャラリンコ。はい、僕はまたまたチョキ出しました。勝ったかな。また見てね。